2月9日、卒業を間近に控えた当麻中学校3年生が10年後の自分へ宛てた夢手紙を作成しました。生徒たちは高校受験を間近に控えた今の心境や未来の自分へのアドバイスを書き綴りました。下書き通りじゃなくてもいいから、もし書きたいことがあったら書き出してください。はい、それでは聖書始めてください。10年後の自分に対する励ましの言葉や今ある率直な10年後の自分に対する疑問点などを書きました。10年後は、目標を見つけて新しいことにいろいろ挑戦していきたいなって思っています。仕事をしっかりしてお母さんを旅行に連れて行きたいです。夢手紙は10年間図書館で保管され、25歳の誕生日に自宅へ郵送されます。